こんばんは。夜食の時間になりました。素晴らしいテーブルが届きました素晴らしいテーブルが届きました。これでございます。プロノのレンコンつなぎ3,690円。高かったかな。これを買ったのかい。はい、肩はぴったりです。ただ、股下が膝の上ぐらいです裾を靴下の中に入れてます。まあ、こんな感じですね。こんな感じで、こんな感じですね。はいまあこれ、寝巻きというか、これから寒くなりますからね。まあそんな感じでしょうかね。で、今日はこれはこのコードはこっちにバッテリーがついてつくんですよね。2024年10月27日日曜日午前0時サンキューこれっけ認識しないの。どのバッテリーをこれに挿してもダメ。これしか認識しないんですよ。他に同じこれはちょっとねこれここ横っちょにねボタンがあるわけ。これ認識しないのね。これ2台これは認識するんだよね。これにこのコードがついてたんですよ。じゃあこのコードをどの他のに挿しても認識するかっていうと、他のバッテリーはダメ。今回これも買ったんですよ。1980円でやっぱりエレコムのねマークはついてないけど、これもコードをここに挿してくっつけても認識しない。USB も USB-C も Apple 純正のでやってもダメ。この電源ボタンがここにあるやつね、これだと思って買ったんですよ。そしたらこれが来たんです。このちっちゃいので、これはここに USB-C の穴があるんじゃないですか。で USB ライトニングでこのボディも他のは全部使えるんですよ。これでこの iPad Air 2020これだけはね、このコードと一緒についてたこれしか認識しないんです。あともう一つ認識するのはiMac。 バックアップと取るための iMac も認識するんです。でモバイルバッテリーが1,2,3,4 あるけど、一番最初に買ったこの電源スイッチがここにある、これしか認識しないんです。でこれについてたコードでこれに挿すと認識するんですよ。でこっちに USB USB-C があるじゃないですか。 USB-C、USB-C でつないでも認識しないの。要はこっちのこのコードしか認識しないんですよ。リンダ困っちゃう、ほんと困っちゃう。ハクチェ、わかりました。今日はねおかか多め25円、海苔は20円、夜だから卵は固いと、お醤油って全部 で米が120円と、あとねいちご弱しかない。でこれ食べちゃうじゃん。そしたら明日の朝は、まあ今これ食べるから明日の朝はこれね、3日前に買った豆腐3日前と2個買ったうちの1個の豆腐、それからこれもあんだ、これね
47円の納豆、それからこれこっちね、これが39円の36円か36円のもずくと、明日の朝はまあバナナとこれでしょうね、ジップトマト、まだこれだけ残ってるからね、多分これをご飯の後飲んじゃうと思うんだ。ほんともう一本のこれね、伊藤園の軸トマト、これは美味しいんだ、本当に美味しいの。138円、文京町のクリエイトでね。で一丁だの、あのマックスバリューにはね売ってないの。まあやっぱお店お店であるんだろうね、いろいろね。で明日はね、あ、まあ、待っててさ、これが来たからさ、これが来たから、これプロのなんだけど、これここがさ、プローンにな、ね、これがロゴなんだね。ハミウレ株式会社ってのは北海道東区北、北海道東区北、メンコンつなぎ。すごいよ、あの、素晴らしい。胸ポケットが2個で、あの、腰の前ポケットが2個で、後ろの、あの、パッチポケットが2個。なかなかいい。素晴らしい。だから、着方として、お股の下、ね、あの、股下が膝の上にならないようにするには、あの、手繰ってベルトをすれば、はい、それも素敵だけど、まあね、これあのおへそのとこまでさ、胸の前のチャックがあるんだよね。で襟の方までずっと上までジップアップできるんだよね。すごい寒い冬はこれで、これを着て外出しようかなと思います。でこれ足がさ20センチぐらい長いじゃん。なんたってあなた165センチのおじいちゃんが180センチ用買ってるわけだからさ。でもじゃあこれを S サイズ買って、165センチの S サイズを買っても肩が入んないんだよ俺。まあゆったり着れるからね。で道歩いてるとこいつチンピラかなみたいなさチンピラじゃないんだけど、なんかそうなっちゃうね。リンダ困っちゃう。でも素晴らしい。あのね、ちょうど秋口と春先にいいぐらいな感じ。もちろんあのジーパン履いて、まあズボン履いて、あの上に T シャツ着て、あるいはなんかね、まあとにかく外出するような格好を一応した上にこれを着るのにはね、3シーズンちょうどいいと思う。冬は寒いと思う。夏はやっぱ長袖だからね。素晴らしいですよこれ。 I recommend it to buy。 ただね、やっぱ今の人の体型なのかね、外人の体型なのかね、肩幅が狭くて足が長いんだよね。リンダ困っちゃう。ということで10分43秒いただきましょうかね。もうお米ないからね。でこれ待ってたからさ、これ待ってて来たからさ、あのめでたしめでたしで、明日はいよいよねこれ着ていこうかな。あの気温によるな。俺すぐ汗出るからさ、多分着ていかないと思う。着てってもいいかな、わかんない。とにかく明日はね、三島ひろ浩二の、なんだっけ、業務用スーパー、あそこ行って、980のお米がね、キャラフォーニアのね、語学は発音云々じゃなくてイントネーション、
イントネーションさえきちっと言えば相手は何言ってるか分かるから、ちょっと変でも。で、正しい発音してもイントネーションが間違ってんと分かってもらえない。例えばさ、日本語で中村さんって呼ぶときさ、なっかむーらさんって言うと、何吠えてんのかなバカって言われちゃうでしょ。そいつと一緒で逆に、まあアメリカン、イングリッシュですよ、アメリカンね、アメリカン、うん、イングリッシュでやるとね、チョコレートは、店員さん、チョコレートありますかって言ってもわかんない。 How many times do you eat it? Where is the chocolate? Where is the chocolate? って言ってもつながんない、通じない。チャッグレットって言うと通じる。チャッグレットって言うと、ポジじゃないんだよね。チャッグレット疲れちゃう、リンダ疲れちゃうね。あ、そう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 、ほんとこれこれこれね、メイドインミャンマーね、ここメイドインミャンマー、これもあ、ミャンマー、ミャンマーじゃ通じないんだ、ミャンマーだからね、ミャンマー、わかりますか。これね、日本人以外の人はね、このなんちゅうの、そのチョコレートはさ、チャックレット、ポテイロチップスって言わないとさ通じないのはね、どういうのかなと思う。例えばさ、あのご近所の方がさ、わあ私日本語食べるあるねって言ったらさ、あ、日本語が食べたいのかなってわかんじゃん。それがね、外国の方はね、甚だしく、あの固くなにさ、俺が中学入った、中学行った時ね、フランス人っていうのはフランス語にあの誇りを持ってんから、英語をね、なんか言われて分かっても決して分かるふりはしないって、うん、あの中学校の先生がおっしゃってたね、うん、クリント・イーストウッド絶対通じないよ、クリント・イーストウッド、 How many times do you repeat?クリント・イーストウッド、クリント・イーストウッド、クリント・イーストウッド、いうはなせクリント・イーストウッド to the American? You simply pronounce クリント・イーストウッド like this. クリント・イーストウッド、クリント・イーストウッド、クリント・イーストウッド、クリント・イーストウッドとクリント・イーストウッドは同じじゃないか。ここわかんないと、語学ってね、習得、できにくいと思うよ、うん、どんなに俺高卒じゃん、で学校の教科書開いたことない高卒じゃん、それでも音楽が好きじゃん、んとメロディーなんだよね、語学って。私はこれを食べたいです、わ、私日本語食べられるねっつっても、あ、日本語食いたいねって日本人は理解する、してあげられることができるけど、うん、諸外国では難しいと思う。クリント・イーストウッド、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 どんなバカが聞いてもクリント・イーストウッドとクリント・イーストウッドは全く別物だからね、うん、だから日本の常識とその相手の国の常識は、語学に関してはね、メロディー、イントネーション、これが大事で、俺があのね、昨日一昨日かな、あの見てますよっておっしゃってくださった方が、あのね、うん、英語ができてね、あのギターも弾けてって言えるでしょ。英語もギターもさ、メロディーなんだよ、メロディー、メロディー。
あの逆を返せばさ、日本語でもさ、なんか今言ったのもしかしたらあのイントネーションだとあの言葉かなって分かる時もあるじゃん。ちょっと聞き取れにりにくかった時でもさ、そのメロディーでさ、うん、これもメロディーとさメロディーじゃ違うじゃん。わかんない？でも語学の習得は難しいと思う。でそういうことで、Thank you for watching. Come back again next Sunday. When will it come? あー、救援がないんだよ、救援が。ねえ、お味噌汁ないんだよ、お味噌汁が。Better chance.Thank you for watching. Come back again next Sunday. When will it come? I couldn't know it. But what is good for you? いずこの地もそれぞれに alone. October the 27th, 2024, Sunday, midnight past 055 a.m. さよなら。いいお年を。いただきます。語学はメロディー。